平成21年6月14日、阿蘇温泉病院産婦人科主催のノルディックウォーキングが、農村公園アピカで妊婦さんを対象に行われました。ノルディックウォーキングとは、身体の約 90% を使う有酸素運動で、元はクロスカントリーの選手が夏場のトレーニングとして行っていたものです。膝の関節や脊髄への負担を軽減し、長時間の歩行も楽に行え、全身のエクササイズとして今注目を集めており、専用のポールが身体のバランスをサポートするので、妊婦さんも安心してウォーキングすることができます。このままゆっくり後ろの方に持っていって、手が伸びきるところで手を離してみてください。そうですね、今日は阿蘇温泉病院が産婦人科の、企画としてノルディックウォーキングを始めてます。で、妊婦さんが家でねじーっとしているとものすごくストレスがあったりとか、もう昔からは例えば雑巾がけをしなさいと、そういうことでちょっとストレスがかかったりする人を、こういう爽やかな阿蘇の景色の中でウォーキングをして、そして快適な汗を流して健康になっていきましょうという企画で今日は行いました。で、この準備にあたってはやはり妊婦さんの健康と、妊娠してよかった、こういういい思い出があったということが一番の目的です。もちろんみんなスタッフがついてますし、我々医師、助産師、看護師がみんな揃って妊婦さんを守りながら、そして楽しみながら妊娠生活を送りましょうというのが今日の目的です。みんなワイワイと楽しんでやりたいと思いますし、まあ、毎日のことがあっても大丈夫な中で行いたいと思いますので、ぜひ興味を持って、持たれた方はぜひまたお越しくださればと思います。ふくらはぎが伸びる話